おはようございます。スリコー TV です。この黄色いパッケージといえばゲイリー山本ですよね。ゲイリー山本からですね、新しい形のワームが出ていたので思わず一袋ですね即売としてきましたっていうのがこれなんですけども、スーパーグラブって書いてありますね。でサイズが31のスーパーグラブ、これね買ってきたんですけども、形がねすんばらしいんですよね。これちょっと開けていきたいと思うんですけども、おおおおお、これ見てくださいよ。このグラブのボディに後ろにこの絶妙に釣れそうなシャットテールがついているね。あ、結構くびれ細いですね。手に持ってみるとこんな感じのくびれなんですけども、これね、これはとんでもなくね釣れ線の形じゃないかなと思ってね、思わず手に取ってみたんですけども、ほんとねシンプルなゆえにもまあ比較的欲しいなって思う形は出尽くしちゃってるのかなと言ったらまあ失礼かもしれないですけど、まあ基本のグラブがあって、でそれはもうサイズ各サイズ展開されていて、これ以上はどうにも進化させようがないだろうっていうシンプルなの線香ですね。山線香があったり、カットテールもあれ普遍の形になっちゃいましたよね。最初はなんかピロリンがついてないから頼りなさげに発売当初は思ってたんですけども、使ってみたらあれほど釣れるあの形ってのはないもんだね。でまあゲイリークローとかがあったり、あとはそうですね、まあレッグワームですよね。あれもシンプルなゆえにあれ以上進化のしようがないんじゃないかなね。でまあちょっといろいろなこう手のパーツが増えたりね、いろいろな形になったりモコリークローとかいろんなこうちょっと突起がついていたり手がブリブリ動いたりとかいろいろなね形が出てますけど、シンプルな形はもう出尽くしてるのかなと思ったら、これねあの釣れるこのグラブのボディにちょっとしたこのピリピリがついたこのシンプルだけど、でこのボディに自重がありそうなもんで飛びそうなこの感じね。まあ、レクワームの 2.9 インチがまあ似たような形だとありますからね、こういった形はそこら辺が完成形なのかなって、あれはあれでねものすごい釣れるワームなんで完成形なんでしょうけども、それと似てるんだけど絶妙に違うこの感じが出てきたっていうのは嬉しいですよね。でここだけね後ろだけちぎったらもうその番でこう芋グラブにできちゃうね。ここだけでこの絶妙な芋グラブな感じなんですよね。まあちょっと使い方もいろいろできそうだから、これはね一袋買っても絶対損はないんじゃないかなというところと、あとね微妙なところなんですけど、ここ見えるかな、こうねスリットがね上と下にねついてるんですよ。こう針をまっすぐ刺しやすいようなちょっとしたこのくぼみスリットがあることによって、まあ、この手のワームってねまっすぐ綺麗に刺して、まあ合い字引きプラスアルファのこのね波動ね、最近だとディスタイルのビローラなんかもまっすぐ針をきれいに刺して微妙なお城をチリ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 動かすことによってこう魚を浮き上がらせるでバイトさせるっていうコンセプトですけどね、まっすぐ刺すのが肝っていうところなんですけど、この目印がないとなかなかね、まあ慎重にやらないといけないんですが、これはですねスッとね刺せそうですよ。でこの控えめなねテールでレッグワームみたいにリブが何個もこうだん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 ってあるわけじゃないんで、
またね、このレッグアームとはまた全然違った感じの動きになるんじゃないかなとは思うんですけども、あとね、こんだけボディが芋みたいな感じでずんぐりむっくりしてますからね、実際に釣り場でどんな泳ぎをするのか非常に楽しみでありますが、まあ針としてはね、これは流儀のインフィニだったと思うんですけど、まあこんな感じの針とかがねぴったりマッチする、ちょっとねテーブルの上にたまたま置いてあっただけなんですけど、バッチリな感じですね。これがリブがあることによって結構綺麗にリブから慎重に出して、でここにもやはり刺しやすい、ちょっとした距離感だけ間違えなければこんな感じでね綺麗にフックセットできちゃう。これはね、あのゲイリーにありそうでなかった、ね、デザインだから、最近のゲイリーはね本当もうシンプルなんだけどプラスワンみたいなね、こういう便利なところね、どんどんついてきてるんじゃないかなということで、針はまあこれ細軸にしたり太軸にしたり、まあ、あとはまあネコリグなんかもいけちゃいそうですけどね、いろんな使い方が楽しみですけど、こんな感じのまあ自分の中でこれねぴったりじゃないかなって感じの針ですが、この針をつけた状態でこちらのワーム何グラムでしょうかっていうのを測っていきたいと思います。はい、針がついた状態で 4.6g ですね。で、針がない状態だと何 g でしょうかという感じで、ああ 4g、 針ってやっぱ結構重いんですね。反応しない、まあそんな感じでですね、まあ本体自体は 4g ほどで、まあその背負わせる針にもよると思うんですけども、だいたい 4.5g、 5g アンダーぐらいの重さになるっていうことで、スピニングが使いやすいのかなと思うんですけど、ちょっと込み入ったところにぶち込むときは、あのベイトフィネスのね、リールなんかでも、まあこのボディがね本当ちょっとシンプルだけど重さをちゃんと確保してくれてるんで、まあ投げやすいんじゃないかななんていうふうに思いますけども、まあ、自分はスピニングに細めの糸で合わせてちょうどいい感じのオーバーハングとかがあったら、そういったところにスパパパパンって入れて、まあ、沈めてみたり表層テロテロテロって引いてきたり、そんな感じで使っていこうかなと思うんですが、まあそのまっすぐさを損なわないためにこういった感じの、まあ、シンプルなねフリスターパックっていうんですかね、この中にこんな感じで入っていますので、で価格がですね855円で、数がね8本ね、8本入っていて、まあ、カラーはねほんとゲイリーのあのもう連れ線からほとんどラインナップしてたんですけども、まあ、こんな感じのブルーギルみたいなカラーで買ってきてみました。というわけでね、このこれ3インチスーパーグラブでいいんだよね、こんな感じの、ワームが釣り具屋さんに並んでいたんで、これはねちょっとタックルボックスの、常備ワームとしてね、まあどうでしょうか、まあ例えばスモラバのトレーラーなんかにしてもすごいぶっ飛びそうですよね、このねボディですから。でお尻はそこまでティリティリリって動いてくれそうなんで、まあ、スモラバのトレーラーにしたりレッグワームのダウンショットで連れ下がっている時にちょっとサイズ感を変えて、狙っていきたい時なんかにも使ってみたいですし、あとはまあヘビキャロキャロライナリグの具なんかでもすごい活躍してくれそうですよね。ちょっとね冬場のダムの釣りなんかでもちょっと投入していきたいなと思いますが、今もう絶好のハイシーズンですから、まずはノーシンカーでテロテロと引っ張ってね、表層水面直下を意識してるバスなんかをまずは狙ってみようかななんていうふうに考えております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、ゲイリー山本から新しく出ていたですね、3インチ、スーパーグラブね、これを一袋買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。